おはようございます、お嬢様。これはこれは上機嫌なご様子、快適なお目覚めのようですな。快適な目覚めどころか、ワクワクして一睡もできなかったぞ。何しろ楽しい楽しい第4のゲームの幕開けだからな。前回はバドラのやつを徹底的にケチョンケチョンにしてやった。あのまんまと騙されたというバドラの顔、実にざまあなかったぞ。それにしてもやつめ、まだへこんでるのではあるまいな。へこんでいると申しますと？ん？まあそのだな。あやつめ、いい年してちょっと素直すぎるとことかあるだろ？ございますな。そこが魅力とも申しますが。そうであろう、そうであろう。まあそれでだ。前回のあれ、あやつめコロッと引っかかってくれたであろう。ええ、コロッと豪快に。生まれてからただの一度も人に騙されたことのない無垢なバラのつぼみにも似た純粋さを、お嬢様が存分に蹂躙を、冬の朝美しき新雪の平原を存分に駆け回って踏みにじり尽くす喜びにも変えがたいでしょうな。お嬢様はバトラ様の純粋な心を実に痛快に豪快に無残に無慈悲に無教養に、実はちょっぴりやりすぎちゃったんじゃないかな、なんて不安になってしまうくらいに暴虐の限りを尽くされましたと、普通ならへこむでしょうな。それはもう二度とお嬢様の顔も見たくないくらいに。わかっておるではないか。わらわはそのだな、いよいよ第4のゲームが始まるというのに、もしもあやつが意気消沈していて卓につかないというようなことがあったらまた面倒だなぁと思い、そうならば先に対策を準備した方が良いかと思い、お前に先にそれを問うたわけだ。でしたらやはり対策をご用意された方がよろしいでしょうな。残念ながらバトラ様はお嬢様の例の北風と太陽作戦でかなりショックをお受けになったようです。ほう、ショックというとどのくらい？実は膝を抱いてうずくまられてもうだいぶになります。何度かお声をおかけしたのですがお返事をされません。お食事もお運びしたのですが手を触れた様子もありません。それは難儀だな。あやつ、そこまでへこんでおったか。無理もありますまい。何しろお嬢様が徹底的におやりになられましたからな。普通なら人間不信になりましょうな。ほう、人間不信なら好都合。人間など見限って魔女を信じるとよいぞ。すまぬ、ふざけが過ぎた。
そんなにも深刻なのか。第4のゲームの開始はもう少し待ってやった方が良いか。ベルンカステル卿のお客人もおいでになっておりますので、第4のゲームは速やかに開始された方がよろしいでしょう。ただお嬢様、アバトロ様に多少気を使われても良いかもしれませんな。人な？どう使えば良いのか。あやつは落ち込んでいるのだから、そうだな、元気づけてやるとか。心を暗く閉ざした者に暗く接しても無駄なこと、その暗闇に負けないほどの明るさで照らし出すほかないでしょうな。しっくしょー、いい加減にしやがれ。またごときにロノウェ様が焼いてくれたクロワッサンなんてもったいないもん。私が美味しく食べちゃおうかな。俺の朝飯返しやがれ。今返したらデコピン一発で許してやる。もしも食ったりしてみろ。代わりにお前を食べてやるぞって。私を食べられるものなら食べてごらんなさいよ。きっとパンケーキの蜂蜜のように甘いから。捕まえた。今はてめえの太ももよりそのパンが食いてんだ。おとなしくそいつを返しやがれ。ふっか、ぎぎぎぎぎぎぎ、こいつ最後まで抵抗を。ダメよダメよ、あげないもん。クロワッサンも私に食べてほしいって思ってるもん。イエーイ、ヤッホー、はよーバトラー。こいつ朝っぱらからまだくよくよしてるのか。新しい一日とゲームの始まりであるぞ。元気出して行ってみよう。私はこれで。はい、バトロ君、あーして。ほら、はっ、あ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 っ、え、よー、おはよう、ベアト。朝から絶好調なようで何よりだ。どういうことだ、ロノウェイ。元気そうじゃねえかよ。
膝抱いてないし、返事してるし、というか食事中だったし。いえいえ、毛布の中で膝を抱くようにぐっすりお休みでございまして、お目覚めの時間をお知らせしたのですが、まるでお気になられず、食事をしようにもいたずら猫が迷い込んでそれどころではなかったようで。よく言うぜ。てめえこそ前回はでっかく騙してくれやがったじゃねえか。事情はさっぱりだが、朝からいい気味だぜ。とりあえずロノウェイ、朝からナイス。恐れ入ります、バトラー様。俺をあんまり舐めるんじゃねえ。まさか俺が膝を抱いてまだいじけてるとでも思ってたのかよ。前回あれだけ悔し涙を流しておったのはどこの誰だというのか。あの涙をたっぷりと小瓶にでも集め化粧水にすればよかったわ。うるせえや。あれはそのてめえの下手くそな芝居の頂点界にちょいと驚かされちまっただけだ。みっともねえとこ見せちまったが、二度と同じ手が通用すると思うなってんだ。無論よ。同じ手に何度も引っかかってわらわを失望させるな。ああ見てろよ、俺はくじけるたびに強くなる男だってことを教えてやるぜ。だがな、ベアト。なんだ。二度とするな。ほう、なんでだ。やはり絡めては苦手か。俺とお前は敵同士で絶対に手を取り合うことはないってことを俺はもうはっきりと理解した。だからもう二度とそれを勘違いさせるような不愉快な真似をするな。そうは言うがな、そなたの弱点と知って。いいな、二度とするな。わからんぞ。忘れた頃にまたやるかもな。二度とするな。それでよい。そなたとわらわは好敵し、どのような良好な関係になろうとも敵同士であることの一線を越えることはない。そなたがそれを勘違いしなかったならわらわはそれで十分だ。そうだな、お前が敵であることを一瞬だけ忘れかけた。二度と同じ集体は晒さない。お前の絡め手にかかることは二度とない。二度と。第4のゲームが待ちきれないのはどうやらわらわだけではなかったらしい。嬉しいぞ、バトラー。さあ席につけ。ああ望むところだぜ。もう小手先の騙しは効かねえぞ。意気がるな。前回のゲームの最後の謎、南城殺しの謎も降参したままのくせ。今はまだ答えを保留するさ。だがな、くじけたわけじゃねえぞ。必ずお前の真っ赤な真実を破り魔女を否定してみせる。良い心意気だ。
やはりそなたは不死鳥のごとき男よ。わらわの見込みを裏切らぬ。それでは第四のゲームの幕を開けよう。だがその前に我らは新しい客人を迎えなければならないようだ。客人？そなたも覚えておろう。前回のゲームの最後で招待状もなく現れ、余興を台無しにした謎の女よ。あいつか。わらわたちのゲームに加わりたいというのでな、正式に招待状を送り、この席へ招かせていただいた。ロノウェ、客人を呼べ。その必要はないわ、もういるわよ。おやおや、そなたも人が悪い。来ていたならば挨拶の一つもすればよいもの。私、殴る前に挨拶する習慣ないの。でも殴り終わってからならしてあげるわ。ほう、なんとする。グンナイ、ハバナイストリーム。笑える、実に笑える。あんた、武闘派だな。前回は土壇場で世話になったな。礼を言うぜ。礼なんていらない。あなたがぶったるんでただけよ。私は目を覚ませと言っただけ。そうだな、バトラはぶったるんでるな。どうやら俺は嫌われてるみてえだな。あなたが本気で戦ってないからイラついてるだけよ。俺が本気じゃないだと？まさかあの低たらくが本気だったとでも？馬鹿にしないで、いつまでこんな魔女の茶番に付き合ってるつもりなの？俺は俺なりにベアートと戦ってる。もちろん本気でだ。本気で？笑わせないで。魔女といつまでも永遠にお茶を飲んで談笑しているだけのあなたが本気で戦っている？冗談は髪型だけにして。そりゃ俺も最初はこの魔女のゲームに不慣れて散々な目に遭わされてきたさ。だがな、ようやく戦い方やそのコツが見えてきたところだ。俺のこれまでの無様さがあんたには本気でないように見えたのなら、それは誤りだぜ。そう？確かに俺がベアトの胸ぐらをつかみ上げるのに必要な距離はまだかなりあるだろうと思う。しかしその距離はどれほど長大であろうとも有限だ。そして俺はゲームを重ねるごとに一歩一歩確実にその距離を詰めている。時間はかかろうともあの魔女を追い詰め必ずチェックメイトする。それには奴がよく口にするように千年をかけるかもしれねえ。だがそれでもいつか必ず打ち勝つ。なぜか俺が絶対に負けを認めないからだ。絶対に立ち止まらない、追い詰め続ける。だからつまり言えることはただ一つ、俺はいつか必ずあの魔女に勝つってことだ。気の長い話ね。あなた勝つ気あるの？有限もその扱いを間違えれば無限と化す。今のあなたはすでに亀すら追い越せないアキレスなのよ。なるほどね、私が必要なわけだ。こんなざまじゃ何億年をかけようとも無限の魔女に勝てるわけがない。お前は何者なんだ？名前くらい聞かせてくれたって罰は当たらねえだろ。
そんなバカなとは思うんだが、なぜかそんな気がするんだ。でもそんなことあるわけがない。まだあいつは6歳のはずだ。お前まさかエンジンなのか。そうだと言ったらあなたは信じるの？うん。言い方を変えるわ。私はあなたの味方よ。だから信用して。と言ったらあなたは信じるの？初対面の正体不明の女が自分の知人になんとなく似ているからという理由だけであなたは無条件に信用してしまうの？そんなお人よしだから前回のゲームであっさり騙されて悔し涙をボロボロこぼすことになるのよ。あなた自分で言ったわ。その子は6歳なんでしょ？私が6歳に見える？にもかかわらず私がその子だと自称したならそれを鵜呑みにするの？それを言われると弱えな。すまん。そうだな、俺はお人よしだ。そいつを前回のゲームで思い知らされたはずなのにな。お前が言う俺が本気じゃないってのはそういう意味か？そうよ。あなたは魔女と戦っているつもりでしょうけど、ただ慣れ合って遊んでいるだけ。チェスで仲良く戦って遊んでいるだけなのよ。あなたたちにとってそれは真剣勝負でしょうけれど、それを離れて見ている私には仲良くルールに守られてただ遊んでいるようにしか見えない。きついな。でもその大遊びに勝てない限りあなたはここから解放されない。だから私が来たのよ。このゲームに決着をつけるためにね。今のあなたは魔女を追い詰めていると称しながら車輪の中を延々と走り続けるハムスターみたいなもの。あれか、夜な夜なくるくると車輪の中を走り続けるあれか。車輪の中を走り続けることは一見無限のように思えるかもしれない。無限の魔女ベアトリーチェ、まるであなたのことね。そしてその車輪の中で戦ってるつもりで滑稽にいつまでも走り続けているのが彼。これはゲームじゃない。彼を永遠に閉じ込めているだけのカゴでしかない。ほう、わらわの無限をネズミが遊ぶ車輪風情に呼ばわるか。面白い面白い。ある次元における無限はより高次元において無限をなさないものよ。メンガーのスポンジが無限の表面積を持つのは三次元未満の世界での話。三次元の現実においては質量ゼロ、無限どころか存在さえできない。威勢のいい女よ。わらわの敵を名乗る程度の資格はあるらしい。あんた何者なんだ？私はあなたの味方、そして魔女の敵よ。もちろん信じなくていい。私が本当にあなたの味方であるかなんて誰にも証明できない。むしろ私のことをうさんくさいと思うくらいの警戒心の方が望ましいわ。そうだな、前回ひでえ目に遭わされたんだ。そのくらいの用心深さは必要だな。俺ももう二度と騙されるのはごめんだぜ。人はいきなり騙されたりはしない。自らの確認を怠りそれを他人に委ねた時騙される。他の人が渡り始めたからもう信号は青になったと思った。じゃあ事故の言い訳にはならないってこと、わかる？ああわかるぜ。与えられた情報を鵜呑みにするんじゃなく自分の頭で考えろってことだろ。俺はベアトに見せられた魔法を鵜呑みにしていた。考えることをやめていた。だからダメだったんだ。私はあなたが有利になるように助言する。もちろんあなたは私のそれを鵜呑みにすべきではない。私が味方であることの絶対の保証なんて誰にもできないのだから。
だから私を無条件で信用なんてしなくていい。故に私の助言も参考意見程度にとどめてもらって大いに結構だって。魔女とのゲームを戦っているプレイヤーはあなたなんだから。そうだな、外野の指し手に従って打ったから負けたなんて情けねえ言い訳だもんな。そうと、わらわの相手はバトラや。そなたなど外野に過ぎぬ。それをわきまえているとは良いことだいいえ、外野じゃないわ。ベアトリーチェと後ろ宮バトラ、そしてそれを俯瞰する私が、まるで三角形のような形になって戦うのよ。一見これは共闘ではないけれど、一緒に戦うばかりが共闘ではない。ほう、珍妙なことを言い出す。さっき彼は戦うことをあなたとの距離を詰めると表現した。でも一つの目では距離は測れない。二つの目があって初めて物事は立体的に見え、その距離も測れる。そして二つの視点があっても同じ場所からでは意味がない。離れている方が魔女を正確に測ることができる。異なる立場から異なる角度で撃つ十字砲火ってことだな面白いぜ。異なる立場から異なる角度で撃つ。だから私は誰とも馴れ合わない。自分の立ち位置をずらし魔女を挟み撃ちにするために。いいのかバトラー、その女は実はわらわが差し向けた伏兵かもしれぬぞ。もっともらしいことを言ってそなたを信用させようとしているだけかもしれぬぞ。かもな。こいつはさっきからそれをずっと重ねていっている。だからこいつの助言はもちろん鵜呑みになんかできないだろうさ。だがそれが信用に値するものか否か、俺は自ら考えて取捨することができる。俺が自ら考えることをやめない限り、俺はもう誰にも騙されない大した自信だぞ後ろ宮バトラ。そこまで言い切ったそなたをコロリとまた騙してみたいぞ。そして再び騙されたことを知った時のそなたがどんな顔を浮かべるのか、わらわは見てみたい。気に入ったなあ、あんたは俺の名を知ってるようだが、俺はあんたの名を知らない。名前を聞かせてくれ。グレーテル。グレーテル？お前がか？バカね、名前よ。私のことはグレーテルと呼んで。じゃあ俺はヘンゼルとでも名乗った方がいいか冗談さ。俺は後ろ宮バトラ、バトラと呼んでくれ。よろしく。握手は嫌い、気を悪くしないでね。そうだな悪い、お前が味方と決まったわけじゃないしな。警戒心を持てって言われたばかりなのにな。バトラ、あなたはどうして魔女に勝たなければならないのか、よく考えて。気に入らないからやっつけるなんて抽象的なものではダメ。絶対に魔女を打ち倒してこの世界から抜け出すという強い信念を持って、あなたの帰りを待っている人が必ずいるから、その子のためにも。よし、これにてグレーテルとやらの自己紹介も十分である。さあさあ思い出してごらんなさい。10月4日に何があったのか第4のゲームの幕開けであるぞ。
リアは相変わらず元気だな。マリアちゃん、気をつけないと転ぶよ。気をつけて。落ちる落ちる、沈む沈む。待てマリア、こんなすばしっこいやつめ、けまでこんなところで魔女と戯れて遊んでいるのよ。早く帰ってきてよ。お兄ちゃん、私を一人ぼっちにしないで。そして気がついて、残された私がどれだけ辛く寂しい世界で孤独を強いられるかを。